新曲は橋さん自身の作曲による全国の警察官を称える歌です。橋幸夫さんでこの道をまっすぐに。街を照らす赤い日が幼き息子を映し出す。柔らかな手で握りしめ、体踊らせ遊んだ日。今や社会の悪行も荒野に向かって受けて立つ。父の背中に涙あり、市民の明日の安全を守り果たさぬその姿。この道は社会の礎へ、まあ石杖まっすぐに。橋幸夫さん、ありがとうございました。本日のゲストはこの方です。橋幸夫です。は2023年5月3日80歳の誕生日での歌手引退を表明されたそうですね。はい、そうしました。まあ、これはですね、私の長い芸歴、今年で62年目になります。だから63年になった時にピタッと歌の道を引退させてもらう、こう思っております。やることはいっぱいあります。でも体に気をつけながら今コンサートを昨年から始めてるんです。全国に回っております。よろしくお願いします。